松本対黒い金曜日1大詰め新坂刑事は淵なしの大きなメガネをかけている鼻下にちょびひげを生やした男ぶりのいい25歳の独身者である 私は四谷署の刑事です。ある晩金々目星をつけていた新宿2丁目の大忠旅館へ突然裏口から飛び込んで臨検すると案の定2組の連れ込みがあったのですその他に奥二階の八丈に2人連れの若い男女が火鉢に顔を寄せてひそひそ話をしていました宿町には夫婦となっていますが そうらしい様子もなくそれに所持品の柳氷には女物ばかり入っているので職匠柄ちょっと疑念を抱きました取り調べを進めていくうちに2人の言葉がだんだん曖昧にしどろもどろになってきましたしかも視察に注意してみると男の頭部に生々しい裂傷があり手の甲にミミズバの総称があります 男は私を納得させるようにスラスラとその傷の説明ができないのですよ。私はてっきり重罪犯と睨んで、連れ込みの二組なんぞはそっちのけのようにして一段を書に連行しました。これがとてつもない大物でした。つまりうさぎを追いに行って鹿を狩り出したようなわけです。これが、 有名な金曜日事件の大詰めなんですよ2田んぼう記者の手帳1中央線商船電車の沿線高円寺に居住している X 新聞社会部記者堀田は家庭の事情で若い頃から自活せねばならなかった両家の指定であったならば ようやく大学を卒業したばかりでシャバへ押し出されては西も東もよくわからない年配であるのに彼は3等飛行士の免状も持っているし自動車の運転手の資格も持っている X 新聞社には最初自動車班に入ったのであるが何かの機会に編集長から文才を認められて一躍社会部の記者となった彼は心霊学と玉突きに凝っている 玉月はほんの初心でまだ25点の腕前であるが心霊学はロッジの「レイモンド」や「フラマリオン」の「英訳の未知の世界」を辞書を引き引き読破したほどの熱心さである3面の読み物を主任から頼まれていたので何かヒントを得たいと思い近間に住んでいる知り合いの桑間警部補を支度に訪ねた「丸年丸月丸日」 寒天に星のさえた金曜日の夜である門前で私はぱったり行き合ったこれからお出かけですかなかなかお忙しいですな私は制服制帽姿の桑間君を見上げ見下げして行ったちょっと荻窪までいかにゃならんのだが格別用がなかったら一緒に来たらどうだどういう事件です 君の喜びそうな事件だが、まだ新聞に発表することは困るよ。いいかねそんなことを言っている間も、私たちは裏通りの方へぐんぐん歩いていった。西小木久保503に、拓沢という屋敷があるんだ。主人はアメリカ代わりの独身者で、京橋あたりに店を持って貿易商を営んでいる。昼間主人の不在中は、 広い屋敷に若い女中が二人だけで住んでいる。その女中の一人が今朝突然署へやってきて、誰のいたずらか知らないが、最近数回にわたって、無ごたらしい動物の死骸が玄関に捨ててあって、君が悪くって仕方がないから取り調べてくれと言うんだ。どうだい君。これだけでも面白いじゃないか。 動物の死骸？私は釣り込まれて一緒に足を速めたそうだ最初はネズミの死骸鳥の死骸それから猫犬今朝は豚の首だったというんだそれにもっと不思議なことはいつも死骸の目玉が片方だけえぐり抜いてあるんだ桑間くんは 私が不気味な死骸を想像して何を考えているかなどということには頓着せずどしどし話を続けている桑間君は鶴というその女中がおどおどして引き下がると早速最寄りの派出所へ電話をかけて調査を命じた調査の結果外家屋は公道からおよそ2丁ほどへたたった松林中の一軒家で出入りに不便であるばかりでなく 外国風の習慣化日用品は一切数日分を一度に仕入れることになっているのでめったに御用聞きも見かけない従って通りかかりのものの単なるいたずらとは思われないが今後入念に注意しようというのである桑間君は多少職責を離れてこの事件に興味を感じていたのでそれだけの覆面では満足しきれずに非番を幸い 自ら出馬した次第であった談話をしているうちに二人は西荻窪の線路を越えて両側に竹やぶのある暗い道を歩いていたまばらな人家もその辺りからなくなっている竹やぶを抜けると道が小高くなってそこにぽっつりと戸を下ろしたささやかな荒物屋があった目的のたくさ沢家は それよりずっと先の細い道を右へ曲がった森の影になっている門の書き金を外から外して玄関のベルを押したが効かないので明かりのついている勝手口へ回ったもしもし誰かおらんかね桑間くんは戸を叩きながら声をかけた台所には確かに人の気配がしていたけれども ぱったりと声を潜めてしまった二度目にようやく戸を細めに開けたのはその朝警察へ来た鶴という女中であった主人はまだ戻っていなかったもう一人の女中よみはひどい欧州なまりの田舎者で警官のいかめしい姿を見るとおろおろしてしまって顔も上げえずに部屋の隅で震えている。 鶴の語るところは、みちみち私が桑間くんから聞いた以上に出ない。ただ、新知識を得たと思ったのは、死骸の捨ててあるのが、いつも金曜日の朝に限っていることであった。それからもう一つは、その朝女中が豚の首が投げ捨ててある胸を主人へ中心に行くと、主人はひどく嫌な顔をして、畜生 金曜日だな。と言って、立ち上がりざま、邪剣にその日の暦を一枚破り取ったという事実であった。その死骸はどうしたねみんな行けてしまいました。今朝の豚の首はやはり、あの人が行けました。鶴は、 部屋の隅で節目になってガタガタ震えているほうばいをさしながら言ったどこへ行けた一緒に行ってやるから掘り出さねばならんぞ桑間くんは声を励ましていった私たちは読みを促して外へ出ると女は観念したように桑を持って先に立った裏の垣根の脇で23回桑を入れると 造作なく古新聞に包んだ豚の首が転がり出た嫁にも白っぽくブヨブヨした紛れもない豚の首で一金切りの茶筒ほどの大きさであった鋭利な刃物で片方の目が黒々とくりぬいてある桑間くんは私の肘をついていかにも念入りじゃないか君しかし くみなんぞそうざらにあるわけはないこんなところから足がつくもんだと言った次に彼はこの家の訪問客および出入り商人について尋ねたがいずれも得るところはなかったことにた拓わけでは今回りの肉屋からは肉を入れたことはなくこの辺りの肉はまずいと言って主人が自分で東京から買ってきた その時、不意に境の扉を開けて、主人が顔を出した。骨の張った、あから顔の屈強な男である。おかえり遊ばせ。ちっとも気がつきませんで申し訳ございません。鶴は私たちのそばを離れて、丁寧に挨拶をした。主人は最初、警官の姿を見て、心持ち顔色を変えて、どぎまぎしたようであったが、 すぐ態度を持ち直して。どうしたかね、このお方は。と、私たちを見て言った。警察の方でございます。この間中から嫌なことばかりありますから、警察へ言いに行ったのでございます。と、鶴は横を向きながら言った。その時、もし彼女がまともに主人の顔を見たら、 その険しい眼光に打たれてすくんでしまったかもしれない。私は主人の鋭い目を見逃さなかった。バカなそんなつまらぬことを警察へ届ける奴があるものか主人は私たちの方に向かって。どうもとんだお騒がせをしてあいすみません。女どもはたーいもないことを騒ぎ立てましてな。 と、愛想笑いをしながら言った。クワマは、二三歩前へ進み出て、うやうやしく挙手の礼をした。ご主人ですかお留守に失礼でした。この件は、ありきたりのいたずらとしましては、少し度が過ぎておるように思われますので。主人はクワマの言葉を皆まで聞かず。この件も何もあったもんじゃないですよ。ははは。 ご覧の通り、昼間は女どもばかりなのですから、御用聞きか何かが脅してやろうというので、こんないたずらをやったのですよ。と、覆いかぶせるように言った。でも、御用聞きは来ないとかいうことですが。御用聞きが来ないそんなはずはない。牛乳や、新聞や、米や、魚や、いろんなものが来ます。 死骸の目がくりぬいてあるというのはどういうわけでしょうそんなことはないと思いますな。あるいはあったとしても、それはたまたま片目の潰れている犬猫の死骸を投げていったのでしょう。もっとも、女どもを怖がらせるにはその方が有効ですよ。はははは。いやあ、どうもこのようなことにわざわざご足労をかけたりして、 誠に恐縮です主人はあまりに無造作にさばいてしまうので私たちはとっつきはもなくいささか照れ気味で早々に拓沢家を引き上げたみちみち私はこのいたずらには深刻な底があると主張するし桑間君は大方魚屋の若衆か何かの恋に絡んだいたずらであろうという意見を述べて大議論であった 私は高円寺の駅前で桑間くんに別れて家へ帰った翌晩から私は単独で西荻窪へ出かけて行って密かに拓沢家を見張ったその後一度往来で桑間くんに出会った君拓沢というのは米国の大学を卒業した立派な人格者で京橋日吉町で数人の雇い人を使って 手広く輸出入をやっている人だ。決して他人から恨みを受けるような人物ではないよ。と言った。それでもまだ私の探求心は覆されなかった。それに私は一二度怪しい影が田久沢家の近くを動いているのを確かに見たように思ったので、熱心に監視を続けていた。 いよいよ金曜日がめぐってきた今度こそ何かにぶつかるに違いないと思って私は胸を躍らせながら暗い夜道を歩いていた竹藪が風にざわざわ鳴っていたとびとびにある人家の明かりが木の葉の間に揺れているのが星の空のように見えた荒物屋の先へ出ると明かりをめした拓沢家の大きな建物が 居住ののよううにに闇の中にうずくまっている。私は大回りをして裏口へ出たその晩は門頭も消えていたつと玄関の植え込みの辺りに黒い影が動いた私は足音を忍ばせてその方へ寄っていった怪しい人影は庭を一回りすると私たちにつけられているのに気がついたのか 急に足を速めて表門を出て行った。私はついスイカする機会を失して、そのまま停車場までついて行ってしまった。男は二重回しの襟を立てて黒いソフトの唾を下ろしているので、尖った鼻と髭でわずかに見えるだけでやる。私も同じ電車に乗った。彼は人目をはばかるように隅の席に首を垂れていた。 男は新宿で降りて郊外へ出ると、後ろからついていく私の方をちらと見て慌てて線路を横切って角はずの停留場から市電へ飛び乗った彼は若松町で電車を降りとある小道を曲がって常磐秘密探偵社という看板のかかった家へ入っていった玄関の電灯がパッとついて「おかえりなさいまし」 という何のことだと塀の外に立っていた私は苦笑したしかし相手が私立探偵であってみれば拓沢家に関して意外な知識を持っているに違いない明朝を改めて訪問して何か新事実を掘り出そうと思った 3貿易商殺しの顛末築地所詰めの泉巡査はこの事件によって部長に昇進した現場臨検をなすにあたって他人が1時間を要する場合これに2時間を費やせしからば2倍の効果を収めうべしという某先輩の金言を服用したからである 彼は精霊・活金をもって聖杯の間になっていた金曜日の晩8時過ぎであった泉巡査が受け持ち区域を巡回中日吉町へ差し掛かったとき前方から慌ただしく走ってきた女が「大変ですあの角から3軒目の家で人が殺されています!」とあえぎあえぎ言った まだ酔いの口でかなり人通りがあったたちまち物見高い野獣馬が集まってきて巡査の後を追っていった印刷工場と3階建ての貸事,事務所に挟まれたバラック建ての平屋が角から3軒目の富士貿易商会である道路に面した表戸は内側から城が下りていて戸の上の明かり取り窓から屋内の伝統が漏れている 泉巡査は激しく扉を叩いてここを開けんかと叫んだ横手の路地へ入っていったやじ馬の一人が裏口が開きますと怒鳴った群衆は声のする方へなだれ込んでいった二寸ばかり開いている裏口の戸を引き開けてみると暗い廊下にビール箱やその他の空き箱が積み重ねてある その突き当たりの鍵の手に曲がったところが店になっているテーブルが倒れ灰皿や陰気壺が床に散乱して土間の靴脱ぎのところまで椅子が飛んでいたそして正面の大きなデスクの陰に洋服を着た男が赤い面をかぶったように血を浴びて倒れているおぉ、これは大変だ 彼は思わず後ずさりをしたヤジウマは刻々に数を増してきた彼はややもすれば家の中へ入り込もうとするヤジウマを追い出して裏口へ情報をかけておいてすぐ所轄署へ電話をかけたふと気がつくと最初日吉町の角でこの事件を報告した女の姿が見えない「あの女こそこの事件の重大な関係者である」 女は一体何者だろうどうしてここに人の殺されているのを知ったのであろうとっさの場合で女の顔はよくわからなかったが身なりはごくありふれた中流の女らしかった年頃は312であろう泉は自分のうかつさに気づいて取り返しのつかぬ失策をしでかしたと思った検視の結果 死因は頭部に受けた打撲傷で、約1時間前に絶足したものと判明した。金庫には手を触れていなかったが、デスクの引き出しをかき回した形跡がある。凶器は現場に遺棄してあった階層用のオウムで、オウムはオウム石の略、クジャク石の一種で、薄黄緑色の石。常に同店で荷物を開ける際に使用していたものである。 デスクの脇の火鉢に敷島とバットの吸い殻が数本刺してあったことによって被害者と犯人とは面識があって強行前に2人は何事か対談したのではあるまいかと推定されたもっともこれは翌日店員の陳述を聞いてある程度まで確かめられた被害者は当時非常に興奮していたと見えて四季島の方の水差しはほんのわずかしか吸ってなくて いたずらに火をつけては灰に差し込んでいる。犯人はいずれ屈強な男に違いないが、最初泉巡査に急を告げた女さえ出れば、この事件は容易に解決するであろうということに一同の意見が一致した。そうなると泉はいよいよ自責の念に駆られて、極力その女を尋ね出そうと決心した。翌朝、 富士商会の店員は一人一人呼び出されて尋問に答えているそれによると富士商会の店主拓沢健は毎朝10時に西荻雲の自宅から出勤して夜は5時前後に帰宅することになっていたが凶行のあった当夜は7時に誰かと会見する約束があるとかで先に店員を返し一人きりで店に残っていたということであるなお 店では何も紛失していないので強行の原因は怨恨であろうと推定されたそれを裏書きする十分な陳述を店員小林がしているそうおっしゃれば思い当たることがあります数週間ほど前から茶っぽいスコッチの背広服を着た固めの男がよく向かい側の敷石の上に立って じじろろ店の内部を覗き込んでいました。最初は別段気にも留めませんでしたがあまりたびたびのことでそれにいつも同じ服装をしているのでしまいには気味が悪くなりましたその男の片目はえぐれているのかそれともカキのように醜く向けているのか分かりませんが黒い四角な布をあてがって隠しておりました ある時主人が初めてその片目の男を見つけて真っ青になって奥へ引っ込んでしまいましたその日はとうとう食事にも出ず夕方わざわざ自動車を呼んで逃げるように帰って行きました泉巡査はこの貿易塩殺しについて他の人々と少し意見をことにしていたそれはこの事件の犯人と 例の女とは全く無関係であるということである彼の説によれば女は被害者と懇儀な間柄でたびたびこの家へ来たことがある当家も何かのようで訪ねてきて横手の高窓から店を覗き意外な光景を目の当たりに見て驚いて往来へ飛び出したものと思われるとっさの場合 女は巡査に急を報じたものの心が落ち着くに従って恐ろしい殺人事件のかかり合いになることを恐れ声を潜めてしまったものであろうと和泉がこう考えたのは西側の路地に面したちょっと引っ込んだところについている高窓の下に古箱が積んであってその空き箱へ乗れば タクサワがジムをとっている店のありさまが見えるということを発見したからであるそのようなことを知っているのはやうちのものかあるいはよほど昏儀なものに違いないそれに女がかけてきた時は声といい態度といい恐怖と驚愕そのものであったどうしてこの惨劇と直接の関係があろうと彼は思った けれどもこれは単なる彼の想像に過ぎないので具体的にこの説を立証する材料を集めにかかった泉は砕けた調子で定員の誰彼を雑談的に尋問した大抵の場合人間は一回の尋問で知っているだけの全部を答えうるものではないうまく質問が先方の言い残しているところへぶつかれば思わぬ拾いものをすることがあるが 質問の使用がまずいと大切な事柄も言い忘れさせてしまうということを泉巡査はやはり某先輩から聞かされていた彼はこの尋問で思わぬ短所をつかむことができた9時の少年は問わず語りに言ったあの晩旦那は芝口の金森さんとおっしゃる方の家へ行くはずだったのです何でも 辞書が広いとか狭いとかで、旦那の方から7時に先方へ行くと約束をしていらっしゃいました。ちょうど私はお使いに出かけるので、御用を受けたまわっている最中に電話がかかってきましたので、そんなことを聞いてしまったのです。泉巡査は、これでいよいよ自分の説が正しいという確信を得た。すなわち、 沢は7時に芝口の金森を訪問する約束であったのに約束の時間が過ぎても当人が一向見えないので金森の家の者が迎えに来たに違いない芝口の金森というだけですこぶる漠然としているが和泉巡査は決して驚かなかった彼は芝口に居住している金森姓を根気よく顕別に探していった するとついに芝口2丁目に金森歯科医院というのを探し当てたそこは拓沢が最近歯の治療に行ったという事実も判明しかつ金森は辞書の仲介を内職にしているという事実も探知したので和泉は正面から金森を放免したしかも偶然にも玄関に彼を迎えたのは例の女であった という驚愕の声が女の唇から漏れた泉は閉めたと思ってすかさず「あの晩にお目にかかりましたね」「ご記憶でしょう」と言ったまあどうぞこちらへお通りなすってください女は金森の細君であった私は 新聞を見て本当にどうしようかと思いました。警察ではしきりに私を探しているようでございますから、あれからずっと外出もいたしません。別に逃げ隠れをすることはないのですが、かかり合いになるのがむやみに恐ろしかったのです。全くあなたのおっしゃる通り、最初あなたにこれこれと申し上げた時には気が点灯していましたので、何の考えもございませんでしたが、 あとになってふと、とんでもないことになってしまった。うっかりすると私が権威者になってしまうかもしれないということが頭に浮かんだのでございます。それにもう一つ心配しましたことは、こんな事件にかかり合いますと、タクがブローカーを内職にしておりますことが世間に知れ、職業の人気に触ると存じまして、こんなにひた隠しにしていたのでございます。 と前置きをして金森の細君は包まず死体を発見した当時の模様を語った和泉巡査は早速右の顛末を署へ報告したので署では警視庁と協力し全力を挙げて片目の男の行方を探すことになった拓澤が金曜日ごとに片目をえぐった動物の死骸に脅かされたこと拓澤が 呪われた金曜日に非業の死を遂げたことタクサワの店を見張っていたのは茶色の背広を着た片目の男であったことこれらの事実を総合して泉巡査はタクサワに恨みを持っている人物を米国に居住していたことのある日本人の間に求めたなぜなら普通日本人の考えで行けば 恨みを受けた日を記憶する場合に「日で行く」が「金曜日」というような「終日」を選ぶのは外国式の考え方である。ことに久沢自身は最近まで米国の太平洋沿岸にいた人物であるからそれで泉は犯人をかつて米国にいた男という限定のもとで捜索の手を伸ばしていったのである。 4. 探訪記者の手帳。2. 土曜日の朝である。早春の空が瑠璃色に晴れていた。堀田タ君は、うららかな日光を浴びて、黒手帳の次のページを開いた。堀田タ君は、玉月で行こうか、心霊学で行こうかと考えている。玉月で行けば、 最初突き出した玉の角度で幾何学的な法則に従って当然の結果に終わる。心霊学で行けばすべてが不思議な意図に操られて偶然が偶然を生み幾何学では解き難い謎を解いていく。結局人の世は未知の世界に属することの方が多いということを堀田タ君は痛感した。名詞を通じて お決まりの安っぽいい椅子の上で待っていると前夜の怪しい男がのっそりと現れとても私は忙しくってあなたの話をゆっくり聞いている暇はないのですからできる限り要件を簡単におっしゃってください私だってとても忙しいのです昨晩貴殿は西荻窪の拓沢家の周囲をうろうろなすっていましたねあれはどういうご用件だったのです 実は、私はあの人の。冗談じゃない。私は、沢沢氏からある依頼を受けて、それで昨夜訪問したので、あの殺人事件の関係者なんかに引き出されてたまるものですか。だから新聞記者は、お先走りの早飲み込みで嫌いだと言うんです。え殺人事件誰が殺されたのです沢沢沢市ですか ああ、紀伝はその件でおいでになったのではなかったのですか。私立探偵君の方が遥かにお先走りを発揮している。私は何も知らなかったのです。実はこの間中から、沢沢家に動物の死骸を投げ込んでいくものがあるという話を聞き込んだものですから、面白い種になりそうだと思って大いに偵察していたのです。ところが昨晩は、 ちょうど黒星のついた金曜日でしょ。う。ですから何か変わったことがあるに違いないと西荻窪へ出かけて行くと怪しい人物を見かけたのです。それで後をつけて行くとどうでしょう。お宅の前まで来てしまったのです。それで初めて怪しいと睨んだのは実は貴殿だと分かったものですから。 今朝はぜひいい材料を頂戴しようと思ってお尋ねしたのです。あはあ、そりゃ面白い。昨夜わざわざ私をつけてきたのですか。実は私は、さわしからいたずらをするものがあるから秘密に調べてくれと頼まれて調査した結果、あそこに住み込んでいる鶴という女中が少々怪しい点があることを発見したのです。 動物の死骸を投げておいたりするのは、どうもその女の仕業のように思われました。それにツは時々若い男と密会しているのですが、相手は上婦というようなものではないらしいのです。兄弟かとも思われましたが、それにしてはあまりに人目をはばかりすぎると思いました。もっとも、たくさわしはしきりに、 片目の男の正体を見届けてくれと言われましたが、その男は片目ではありませんから、二人はこの事件とは無関係かとも考えられます。ところで私は、昨晩、拓沢氏が米国におられた頃の友人と知り合いになって、もう少し詳しく聞こうと思って訪問したのです。しかしまだ帰宅しておられなかったので、今朝早く電話をかけてみると、拓沢氏は、 昨夜意外にも事務所で何者かに殺害されたと聞いて驚いて行ってきたところです。しかも鶴は突然昨晩拓沢家から姿をくらましていました。こうなるとやはりあの二人の男女が怪しくなってきました。私立探偵は案外スラスラと話の内容を漏らしてくれたので私は手帳を懐に入れて 感謝して表へ出た。私はその足で現場へ行ったり警視庁へ行ったりしてこの事件に関する材料を集めたそして最後に思いついて最近サンフランシスコから帰庁した丸山牧師を訪ねた5一匹の羊 この話をした丸山牧師は長らく米国太平洋沿岸の日本人間に神の道を説いていた敬験な老牧師でよく太った子供のような顔をしている頭の頂上がツルツルに剥げてその周囲に生え残った銀髪が菊の花のように伸びているとうとう坪井はそんな大罪を犯しましたか 本当にかわいそうなことをしました。実は私が記帳しましたのも、久々に休暇をとって懐かしい故郷の土を踏むというよりも、むしろつぼいを探し出して神の教えに導きたかったからです。キリストは一匹の迷える羊を探すために九十九匹の羊を捨てておいでになった。 私もあまたの信徒を捨ててはるばる日本まで一人の坪井を追ってきたのです本当に正直なよい青年でしたが惜しいことに神の道を知らなかったのです坪井が初めて私を訪ねてきたのは昨年の春でした つぼいはそれまでずっとニューヨークの方で働いていたのでしたがその春つぼいの兄がサンフランシスコで何者かに殺されたのです何者かというものの犯人の見当は法人間でおよそついていましたただ人間のこしらえた法律の網の届かぬところに 犯人は立っていました坪井は早く両親を失って兄弟二2人と妹きりで2人は米国で激しい労働をしながら東京にいる妹に学士を送っていたのですそして10年後には3人が集まって楽しい家庭を作るという計画をしていたのです ところが、一番頼みにしていた兄が殺されたのですから、どんなに悔しいか知れません。しかし、神様のお言葉にも、復讐は我にあり、我これを報いんとあるとおり、決して我々自らの手を下して他人に復讐するのは正しくありません。 そのことを私はくれぐれもつぼいに言って聞かせてやりましたが、つぼいの心はまだ耕されていない土でした。せっかくまいてやった種は、そのまま枯れてしまいました。つぼいは、どうしても兄の復讐をすると言って、たくさわの後を追って日本へ帰りました。私は、 つぼいがこんな間違いを起こすといけないと思って、それを案じて記帳したようなわけです。これも神様のおぼし召しかもしれませんが、私の帰りがもう少し早かったらと、それが遺憾でなりません。せめてつぼいが、両親の呼ぶ声を聞いて自首して出てくれましたら、 そしてこれが動機で神の道に入ってくれましたらと祈っております。さ沢という男も決して悪人ではないのですがやはり信仰が薄かったために物欲に迷ってあんな恐ろしい罪を犯したのです。しかしさ沢は法律の手を免れたからといって 決して平和な心に帰ることはできませんでしたでしょう生きている間中両親の呵責を受けていたに違いありませんその証拠にはあのことがあって以来決して教会へ来なくなりました気がとがめて神様の前に出られなくなったのでしょうたくさわと殺された坪井とは 共同で商売をしていたのです。二人の間にどういう約束があったか知りませんが、坪井の財産は二人の共有になっていたので、自然にたくさわのものになってしまいました。私には詳しいことはわかりませんが、何かうまいことをして横領をしたのですな。坪井ですか 兄ほうはカナダの山中ではたらいていたときけがをしてかためをつぶしてしまったのですしじゅうちゃいろのきものをきていましたっけそれでつぼいは兄とおなじふくそうをした黒いぬのでかためをおおってたくさわのまえにあらわれてかれにじはくをうながしたのでしょう 動物の死骸を毎日のように人殺しをした男の家へ投げ込んでおいたので、その男はしまいにキぐるいのようになって罪状を自白したという実例がかつてサンフランシスコにありましたっけ。坪井は大方、それを模倣したのでしょう。殺された日ですか。 さあ、三月の幾日でしたか、忘れましたが、何でも、金曜日の晩でしたよ。